社会学科は社会のさまざまな問題について知識もそうなんですけれども体験的に学ぶことができる学科です。今の時代社会が急激に予測できない方向に変わっていきますので、それに対して個々の学生若い人たちもいろんな問題について考えて、そして就職とかですね、自分の将来を考えてほしいと思っています。地域で暮らす人々の福祉の実現や、さまざまな悩みや課題を抱える人々を支援するための力を身につけます。専門的知識、技術を備えた社会福祉士、精神保健福祉士、さらには障害者スポーツ指導員やレクリエーションインストラクターなどの資格も取得できます。また幅広い福祉領域について深める学習、例えばフィールドワーク実習、障害者スポーツや地域の介護予防の取り組みなど体験的プログラムを通じて実践的に学んでいきます。やはりその理論だけでは楽しくないということもありますし、現場を見て社会の一員としての自覚も強めてもらって、将来の就職とか、あるいは就職の先にある自分の大げさですけど生き方とか、これから自分がその周りの人とどういうふうに関わっていくのか、そういうことについて考えてほしいなと思っています。共に生きる共生社会の中で知識や技術を身につけ、福祉のスペシャリストとして地域の暮らしを引っ張っていけるリーダー的な存在に成長してほしいと思っております。 Be the one 1であれ1になれ。